皆さん、こんにちは、アメリーです。皆さんが EU 加盟国とその一部の周辺国へ旅行して、ドローンを飛ばすときに知っておくべき、ドローン規則の概要とオペレーター登録については、これまでお話ししてきましたが、今回はいよいよライセンスの取得方法についてお話ししたいと思います。この動画を初めて見て、EU ドローンライセンスというものが何なのかわからない方は、第1話と第2話を見ることをお勧めします。最初に概要を理解して、全体像をイメージしてから進むと、わかりやすいと思いますよ。この動画を最後までご覧になると、ライセンス取得試験に必要な科目の学習方法、本試験前の理解度チェック、そしてライセンス本試験の受験方法を学ぶことができます。それでは始めましょう。まずはじめに Google 翻訳を開いてください。翻訳画面の左側は言語を検出するを選択、右側は翻訳したい言語を選択してください。ここでは日本語へ翻訳できるよう日本語を選択しておきます。次にこの動画の説明欄に掲載している LBA ドローン規制学習ポータルサイトの URL を入力します。準備ができたら翻訳リンクをクリックしてください。すると以降のページが日本語に翻訳されて表示されます。これから試験を受験するにあたって必要な知識を学んでいきます。画面にある開始ボタンを押してください。機械翻訳されているので、いまいち正確な翻訳となっていませんね。さて、ここで3つのステップが表示されています。学ぶと表示されているステップは、ライセンス取得試験に必要な科目の学習。いい結果になると表示されているステップは、本試験前の理解度チェック。試験を受けると表示されているステップは、ライセンス本試験の受験を意味しています。それでは第1ステップに進みます。学ぶと表示されているアイコンをクリックしてください。科目の学習エリアには航空法とセキュリティ、人間の能力、操作手順と訳がおかしくなっていますが、ドローンの一般知識を学ぶ中カテゴリーがあり、最初の航空法とセキュリティの中には小カテゴリーがあります。このカテゴリーを熟読して EU 地域でドローンを飛行させるための知識を学んでいってください。今回は時間の関係上一つ一つ説明しませんが、 Google 翻訳による機械翻訳でも十分に理解できますので、しっかりと学んでいきましょう。すべての科目を学んだら3つのステップが表示されている画面へ戻ります。次に本試験を受験する前に理解度チェックを受けます。この理解度チェックでは、質問の7割に正解すれば次の本試験を受けられるようになります。それではいい結果になることを祈りつつ、ボタンをクリックしてください。本来であればトレーニング開始ボタンをクリックすれば理解度チェックが開始されるのですが、 Google 翻訳を介した画面ではスタックしてしまいます。そこで今回は少し手間がかかりますが、手動で日本語に変換しながら受験できる方法を見つけたのでご紹介します。マイクロソフトワードのような HTML テキストをコピペ可能なソフトを立ち上げます。今まで見てきた Google 翻訳されたページ上部に表示されている原文ページのアドレスをコピーします。原文ページのアドレスもこの動画の説明欄に掲載しておきますので、そちらをコピーしても構いません。コピーしたアドレスをアドレスバーに貼り付けて原文ページを表示させます。自動翻訳するかしないかを選択するポップアップが表示されたら、表示しないを選択しておいてください。先ほどのトレーニング開始ボタンをクリックしてください。開始画面が表示されるので、画面右上の黄緑色のボタンをクリックします。以前はドイツ語しか表示できませんでしたが、現在はドイツ語と英語が選択可能となっています。逐次バージョンアップされていますね。言語はどちらを選択しても良いですが、今回は英語を選択して開始ボタンを押します。この理解度チェックの制限時間は30分です。
4択の選択式問題が全20問あり、 70% 正解すればクリアとなります。あくまで理解度チェックなので、間違えても正解するまで選択し直すことができます。英語が得意な方は Google 翻訳なしで進めて構いませんが、苦手な方は次の方法で日本語に翻訳しつつ問題に回答してください。この画面では通常のテキスト範囲指定ができないのですが、次の方法でテキストをコピーすることができます。画面上部の灰色の部分から問題下部までドラッグしてください。文字がすべて反転していませんが、範囲選択されています。次に反転している部分をワードの画面までドラッグします。すると問題文と回答の選択肢がコピーされます。コピーできたら理解度チェックの第2問を選択し、同じように反転している文字をワードにドラッグします。これを繰り返して20問すべてをワードにコピペします。ワードに貼り付けたテキストをすべて選択して Google 翻訳に貼り付けて日本語とします。これで各問題で問われている内容と回答選択肢が理解できると思うので、日本語を参考としながら回答していってください。 Google 翻訳は一度に5000文字しか翻訳表示できませんので、続きを確認するためには画面下部の次へを押してください。問題番号はアウフガーベと書かれているところに表示されていますので、和訳と問題を照合する際の参考としてください。回答を選択して次の問題に移動すると、正解不正解が表示されます。今回はあくまで理解度チェックなので、間違ったところはステップ1に戻って再確認しておきましょう。間違った問題は何回でも選択して回答することができます。20問すべて回答したら、右矢印のアイコンを押して理解度チェックを終了します。すると結果表示画面が表示され、7割以上正解していれば合格です。画面右上の結果登録ボタンを押します。ここでは第2話で登録した皆さんの LBA アカウントにログインします。ご自身が登録したメアドとパスワードを左側に入力してログインしてください。ログインができたら画面中央に本試験受験開始のボタンが表示されます。このボタンを押して本試験開始画面へ進みます。画面右上の緑色のボタンを押します。本試験でもドイツ語か英語を選択できるようになっていますので、今回も英語を選択して決定ボタンを押します。将来的に日本語で受験できるようになればいいのですが、現時点では不明です。本試験では4択の選択式問題が合計40問あり、45分以内に 70% 以上正解すれば合格となります。英語が苦手な方はステップ2の理解度チェックで行った要領で和訳して回答してください。画面上部の選択ボタンが並んでいる付近から問題下部までドラッグします。反転した文字部分をワード画面へドラッグします。問題2から問題40まで同じ要領で問題文と回答選択肢をすべてワードへコピペします。コピペした文を Google 翻訳で翻訳したら、和訳を参考に各問題に回答していきます。全問回答したら画面上部の右矢印ボタンをクリックして試験を終了します。 70% 以上正解していればおめでとうございます。本試験合格です。画面に表示されている青いボタンを押すと A1、A3 ライセンスの合格証が表示されますので、印刷して保管しておいてください。後ほど PDF ファイルでも保存できますので、スマホ等に保存して提示を求められた際に画面を見せることもできます。
これで A1、A3 ライセンス取得が完了しました。今後、第2話で解説したドローンオペレーターの登録内容と、今回の本試験合格結果が LBA 係官によって処理をされたら、画面右上部にある EID が付与されます。その EID を飛行させるドローンに表示をして A1、A3 ライセンスの合格証を携行すれば EU 地域内でドローンを飛行させることができるようになります。ただし、ここで注意が必要です。画面上部 EID の左側にあるパイロット ID を見てください。この ID 記号はテスト結果を管理するための ID なので、機体に表示する EID ではありません。間違ってこちらを機体に表示しないように注意してください。これまで EU ドローン規則について説明してきました。今後 LBA のドローンポータルサイトが逐次にアップデートされるとは思いますが、そのため本動画の容量と異なる可能性があります。可能な限りこの動画の説明欄で説明していきたいと思います。この動画を見てお役に立てていれば、いいねボタンのクリックをお願いします。またこの YouTube チャンネルを登録していただければ、次の動画をアップした際にお知らせできると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。この EU ドローン規則は複雑なので疑問も多いと思います。ここが分かりにくかったぞとか、これはどうなのという質問がありましたら、ぜひぜひ遠慮なくコメント欄へ書き込んでください。可能な限り回答していきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。